フローレンスはアメリカが州国サウスカロライナ州東部のフローレンス郡に位置する都市であり、同郡の郡庁所在地である。フローレンス大都市圏の主要都市である。この都市圏はノースカロライナ州の南東部と共にサウスカロライナ州の北東部8郡を含む歴史ある PD 地域の中核を形成している。2010年国勢調査での人口は37,056人だった。 2014年の推計では37,961人となり2.24%増加している。1965年、全米市民同盟から全米都市省に指名された。フローレンスは鉄道の中心として設立され、ウィルミントンマンチェスター鉄道、ノースイースタン鉄道、チェローダーリントン鉄道という3つの主要鉄道の接続点となった。 2013年時点でも産業とインフラの中心としての位置づけを保持しつつ、地域の事業、医療、文化、金融の中心として確立されている。フローレンス市は1871年に認証され、1888年にフローレンス軍が創設された後の1890年に法人化された。その認証以前、1719年に、 植民地領主によって区割りされた当初のタウンシップの一つに入っていた。その地域では19世紀後半から20世紀初期にかけて徐々に入植が進んだ。初期開拓者は自給自足農業を行い、藍、綿花、海軍用物資、木材を生産し、p d 川側を使ってジョージタウンの港に運ばれ、輸出された。19世紀半ば、ウィルミントンマンチェスター鉄道と、 ノースイースタン鉄道の2線が建設され、ここで交差した。ウィルミントンマンチェスター鉄道社長の WW ハーリー将軍が、その接続点に自宅を建て、自分の娘の名前からその町をフローレンスと名付けた。南北戦争の時、町は南軍にとって、重要な物資供給と鉄道の修繕中心地となり、またフローレンスストッケードでは、 国軍の捕虜を1万2000人から1万8000人収容していた。ここで2800人以上の捕虜が病死した。刑務所に隣接する埋葬所は戦後フローレンス国立墓地となった。戦後のフローレンスは鉄道を使って綿花、材木を運び出し、20世紀の変わり目にはタバコを出荷して成長し繁栄した。20世紀、フローレンスの経済は 医療産業に強く依存するようになり、二つの総合病院や多くの薬品工場が経済を推進した。第二次世界大戦後は特に工業が成長し、繊維、薬品、紙の製造に加え農産物でも知られるようになっていった。フローレンスはサウスカロライナ州の海岸平原にある。平均標高は140フィート程度である。ジェフリーズクリークは 大 PD 川の支流であり、フローレンスは市内を流れる水路である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.7平方マイルであり、このうち陸地17.7平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.17%であるフローレンスの、秋、冬、春は温和であり、冬の夜に氷点下になることもあるが、 寒さが続くことは滅多にない。夏は大変暑くしけることがある。アメリカ合衆国南東部の他の都市と同様に気温の逆転層が生まれることがあり、これが地域のオゾンやその他汚染物を滞留させている。フローレンス市は市政委員会、市マネジャー方式の政府を採用している。市政委員の任期は4年間であり多選制限はない。委員は7人であり、 三人は三つの小選挙区から、それぞれ一人、残り四人は市全体を選挙区に選出される。市長も市全体から選ばれる。委員会は政策を決め、法、規則、規制を法制化して、町の将来と経済的な成長を誘導する。市の運営を秩序だって、効率的に行うために必要な支援も行う。市長の選挙は、 アメリカ合衆国大統領の選挙と同時に行われる。市長も市政委員の一人であり、多選制限はない。市政委員会は市マネジャーを指名し、管理部門の長として務めさせ、市の日々の運営を監督させ、市政委員会の意思を形にさせる。20世紀の後半と21世紀初期、フローレンスの経済は鉄道と農業に強く依存する形態から商業、金融、 鉄道とトラックの輸送、医療など多様な経済に転換され、東部カロライナの工業中心となった。地域には9社以上の多国籍企業と、フォーチュン500に入る企業14社がある。2009年度、フローレンス大都市圏の域内総生産は68億ドルであり、州内の大都市圏の中でも高い方である。ミルケンインスティチュートの2008年業績の高い。 都市指数によれば、フローレンス大都市圏は国内上位124の小型都市圏の中で、その評価が第5位になった。この報告書では、アメリカの大都市圏がいかがに仕事を生んで維持し、経済を発展させているかで評価している。評価指標には、求人数、賃金と給与、技術的な成長が入っている。フローレンスは医療分野で強力な中心地となってきた。 マクロード地域医療センター、カロライナ病院システム、ヘルスサウスの3つが主要な医療提供者である。これら機関の成長により、過去10年間で高層ビルや地域社会に関するプロジェクトの需要が高まり、フローレンスのスカイラインを変化させた。このように医療分野の高い集積があることで、いくつかの企業は、フローレンスに世界、大陸あるいは全米の本社を置いている。 その中には、ゼネラルエレクトリックメディカルシステムの製造設備、アメリカ軍とその文民従業員のための保完的、保険会社である、アメリカ国防構成管理本部、不動産と個人保険会社であるアシュラントがある。市内には、薬品産業もある。例えば、ホフマン・ラロシェの薬品製造施設や、パセオン API サービシーズの研究開発センターがある。 東部カロライナの金融とサービス業の中心でもある。多くの金融や専門的管理機関が市内で大きな投資を行っている。地域営業所や本部のある会社として、金融の BB&T、バンクオブアメリカインターネットのモンスター c o m がある。AT&T や Duke Energy Inc. の営業本部もある。フローレンスは、 週間高速道路95号線と同20号線の交差する場所にあり、ニューヨーク市とフロリダ州マイアミ市のほぼ中間にあることの恩恵を受けている。州都コロンビアから東に80マイル、マートルビーチの西70マイル、チャールストンの北120マイル、ノースカロライナ州シャーロットの南東110マイルにある。このことで、フローレンスに競争力を保持させており、ホンダ技研、エスプ、 デューポン、テイジンフィルムズ、QVC 配送センター、ハインズなどのメーカーを誘致し、維持できている。フローレンス公共教育第一学区が、地域の公立学校を管轄する主体である。2010年時点で、フローレンス、エフィンガム、クインビーの地域に小学校12校、中学校3校、高校3校、計1 8の学校に14,500人の児童生徒が通っている。 この学区では、中学生や高校生のためのオルタナティブ学校、職業訓練センター、成人学級センターも運営している。この学区と学校は、パルメットの優秀賞など多くの賞を受けており、州の中でも評価が高い。フローレンス市内と周辺にある高等教育機関としては、フランシス・マリオン大学とフローレンス・ダーリントン、工業カレッジがある。 フランシス・マリオン大学はフローレンス市内にある公立大学であり、一方フローレンス・ダーリントン工業カレッジはフローレンスの他にハーツビル、レークシティ、マリンズでも衛生キャンパスを運営している。マクロード地域医療センターマクロード地域医療センターは453床非営利医療センターであり、フローレンス中心街の広さ75エーカーの敷地にある。この病院には 心臓血管研究所、先進外科センター、がんセンターがあり、また、サウスカロライナ州の北東部では、唯一の専門化した小児科もある。フローレンスのマクロード地域医療センター、ディロンのマクロード医療センター、ダーリントンのマクロード医療センターなど、救急処置施設もあり、サウスカロライナ州の PD 地域全体で施設を運営している。 カロライナ病院システムは420床の地域をリードする医療施設であり、サウスカロライナ州北東部8群を対象にしている。この施設は毎年数千人の患者が利用しており、個別の特別な手当を行い、診断と治療のために革新的な処置と最先端の技術を駆使している。リーゼンシー病院は2001年7月にフローレンスで開院した。 40章の長期療養型病院であり、シーダー通り121にある、シーダータワーズの4階と5階を使っている。ジョージア州アルファレッタにある本社と共に国内に20の病院があり、急成長を続けている。マクロード地域医療センターとカロライナ病院システムは、サウスカロライナ州の PD 地域で、雇用数の第1位と第3位である。 PDG 域交通局が、ダーリントン、マリオン、チェスターフィールド、ディロン、レイクシティ各市を含めフローレンスの大都市圏の大量輸送を担当する機関である。コロンビア、マートルビーチ、サムターニークルートも運行している。フローレンスとその周辺には急行シャトルバスや通常のバス便を運行している。交通局は1974年6月に設立されており、 州内では最古かつ、最大の地域交通局である。最初は、チェスターフィールド軍、ダーリントン軍、ディロン軍、フローレンス軍、マリオン軍、マルボロ軍の PD 地域6軍で運営を始めた。1日の利用客数は2457人であり、年間1500万人以上を運んでいる。165両の車両を所有しており、通常の輸送用、都市間輸送用、 トロリーなどからリフトを備えたバンや合資園まで様々である。フローレンスとその周辺地域はフローレンス地域空港を利用している。フローレンス中心街から東に国道76号線を使って2マイルにある。US Airways Express が乗り入れており、この地域ではマートルビーチ国際空港に次いで利用客が多い。マートルビーチ国際空港も西に来るまで1時間の 距離にある。アムトラックの運行するパルメット号第89と第90及びシルバーメテオ号第97と第98がフローレンスからニューヨーク、フィラデルフィア、デラウェア州ウィルミントン、ボルチモア、ワシントン DC、フロリダ州ジャックソンビルとタンパ、さらにマイアミとをつないでいる。グレーハウンドとサウスイースタンステージズが 中心街南部にあるアービー通りのバス停を運営しており、都市間バスを利用できる。フローレンス市は中心街の大掛かりな再開発に取り組んでいる。すでにいくつかの顕著な企画を完成され、さらに計画中のものもある。中心街の再開発地区は市内中心部のもともと70ブロックあり、面積は500エーカーに広がっていたが、現在は ティムロット公園とそこの歴史的家屋まで100エーカー以上を加えている。この再開発には市の新しいロゴ、道案内標識、給水塔の塗装やり直しなど、これまでにない動きも生んできた。歴史ある中心街は中央事業地区からマクロード医療センターに向かっており、多くの歴史的な建物が修復されてきた。この再開発は1800万ドルをかけた。 ブルース・アンドリー・キ金図書館に始まり、今日では、新しいフローレンス小劇場、60ほどのアパート、2011年9月にオープンしたフランシス・マリオン大学芸能センター、2014年10月11日にオープンしたフローレンス芸術、科学、歴史博物館と続いてきた。一旦使用をやめたビルに、新しい事務所スペースができ、かつて犯罪の多かったダーガン通りには、 警察の文書ができた。かつては市の活動の中心だったが、小売店が郊外のモールに出て行ってからは休眠中だった、中心街の地域に特別の動きが当てられている。その目標は、エヴァンス通りを活発な商業と住宅の回廊として再生し、通りの5ブロックを美化することである。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 フローレンスは2010年時点で人口205,566人だったフローレンス大都市圏の中心都市である。これにはフローレンス軍とダーリントン軍の全軍が含まれている。しかし2000年国勢調査の詳細を見ると都市圏の約54%のみが都会化されておりフローレンス、ハーツビル、ダーリントン、レイクシティで構成されている。 都市圏の残り部分は田園部とみなされている。アメリカ合衆国南部の中間的な大きさの都市と同様に住民の多くはプロテスタントであり、中でも南部バプテスト連盟が多く、次にメソジスト教会である。プロテスタントのその他の会派やローマカトリック教会、ギリシャ聖教会なども信者がいる。ギリシャ聖教会は毎年9月にギリシャ祭を開催している。 改革派ユダヤ教のシナゴーグが二つある。その一つがベスイスラエルコングリゲーションである。末日聖徒イエスキリスト教会のフローレンス教区もある。小さなヒンドゥー教寺院もある。フローレンスでは野球の長い歴史がある。1920年代フローレンススワンプホックシーズが設立された。1981年から1986年には トロントブルージェイズのマイナーリーグチームがあった。メジャーリーグベースボール選手のパッドボーダーズ、ジミー・キー、セシル・フィルダー、フレッド・マグリフはマイナーリーグ時代にフローレンスでプレーしたことがあった。フローレンスのポスト1アメリカンリージョン野球チームは1932年から活動し、州内でも最長クラスのチームである。毎年夏に PD 地域全体から才能ある。 高校生を呼んでおり、その中には、レジー・サンダースをはじめ、プロに進んだ者が30人以上いた。リーグ優勝26回、州のタイトル2回を獲得した。2008年アメリカンリージョン州選手権は、開催場所となった。2012年、州選手権とサウスイースト地域に優勝し、ノースカロライナ州、シェルビーで行われた、アメリカンリージョンワールドシリーズに進んだ。 1998年時点で、下記のコースタルプレーンリーグに属するフローレンス・レッドウルブズが本拠地にしていた。このチームには、サウスイースタンカンファレンスやアトランティック・コーストカンファレンスから大学生の選手を連れてきていた。2004年のオールスターゲームとホームランダービーを主催した。2007年、その本拠地球場でプティカップトーナメントを主催した。 フローレンス・レッド・ウルブズはフランシス・マリオン大学のスパロー・スタジアムで試合を行っている。このスタジアムはフローレンス・ガー・リントン工業カレッジの本拠地でもある。ポスト1はメモリアル・スタジアムに隣接するリージョン・スタジアムで試合を行っており、そこではフローレンスの公立高校3校がフットボールの試合を行っている。フローレンスでは2006年から2009年まで、 アメリカン屋内フットボールリーグのフローレンスファントムズが本拠地にしていた。試合会場はフローレンス市民会館だった。フローレンスメモリアルスタジアムは7000席のフットボール場であり、市の東5マイルにある。ウェストフローレンス、ウィルソン、サウスフローレンス各高校のホームスタジアムでもある。2005年から2007年までサザンプロフェッショナルホッケーリーグのツインシティサイクロンズが フローレンスでプレーしていた。このチームは2004年に行われた2つの行事をまとめたものであり、イクルの現在はない PD プライドに変わるものだった。フローレンスとグランドストランドがニールセンの定義するメディア市場に入っている。その中には、オリー軍、マリオン軍、ディロン軍、ダーリントン軍、マルボロ軍、ノースカロライナ州のスコットランド軍とロブソン軍、フローレンス軍が含まれている。 フローレンス・マートルビーチ市場は国内第103位の大きさである。フローレンスと PD 地域のラジオは国内第217位のラジオ市場を形成している。フローレンスモーニングニューズが PD 地域では最大の日刊誌であり、読者はチェロ、マリオン、ダーリントンからウィリアムズバーグまで広がっている。1922年の創刊であり、 バークシャーハサウェイカンパニーが発行している。他にもニュースジャーナルやコミュニティタイムズなど週刊誌もいくつかある。フローレンス市はサウスカロライナ州の PD 地域で小売業の中心である。買い物客はフローレンス郡やダーリントン郡だけでなく PD 地域全体から来ており、地域や国内で最大活躍知られたチェーン店の多くなど幅広い小売店や飲食店がある。 地域のモールであるマグノリアモールはコロンビアからマートルビーチの間の地域では最大のショッピングセンターである。床面積は60万平方フィートにベルク、JC ペニー、シアーズ、ディックススポーティンググッズ、ベストバイ、バーンズノーブルを期間点とする70以上の店舗が入っている。その他の小売店としてエアラポスタル、アメリカンイーグルアウトフィッターズ、オールドネイビー、 バスボディワークス、シャーロットラス、チルドレンズプレイス、エクスプレス、ジャスティス、レーン・ブライアント、ニューヨークカンパニー、ビクトリアズ・シークレットがある。フードコートでは7つの選択肢があり、レストランのルビー・チューズデーが入っている。モールの外には、バッファロー・ワイルド・ウィングス、メロー・マッシュルーム、アウトバック・ステーキ・ハウス、アイ・ホップ、チポトレ・メキシカン・グリル、 1 0 0ジーズができている。マグノリアモールは1979年にオープンし、2008年に再度オープンした。週間高速道路95号線と道20号線がデイビッド・イイチ・マクロード大通りと交わる点の近くにある。マグノリアモールに隣接してコモンズ・アット・マグノリアがあり、テナントとしてはターゲット、デイビッツ・ブライダル、ベッドバス・アンド・ビヨンド、カークランズ、 ペットスマートがある。デイビッド・イイチマ・クロード大通りの対面には、プラザ・アット・マグノリアがあり、テナントとしては、コールズ・ザ・ホーム・デポ、ロング・ホーン・ステーキ・ハウス、オリーブ・ガーデン、チリーズ・グリル・バーがある。市内にある、もう一つのショッピングセンターとして、フローレンス・モールがある。1960年代に、屋外型モールとして開発され、現在は、ショッピングプラザのような外観である。 床面積は34506平方フィートある。テナントとしては、スタインマート、ピグリー・ウィグリー、タルボット、TJ マックス、シュー・カーニバル、ロスなどがある。飲食店では、レッドボーン・アレー、モーズ・サウス・ウェスト・グリル、ファイブ・ガイズ・バーガーズ・フライズ、チチズ・ピザ、ハーディーズ、シュロス・キーズ・デリ、コールド、ストーン・グリー・マリーがある。このに、フローレンス市内には、 ウォルマートのスーパーセンター2軒、サムズクラブと K マート各1軒、ローズ2軒もある。さらに商店街、工芸品と趣味の店、アンティーク店など小型店舗が散らばっている。ありがとうございます。